どうも皆さんこんにちは、こんばんは。アルアロカレッド J です。アウトリアリアルです。やからみたいになっとった。さあ今回は、ここ1週間に起こった、はい、ゲームに関するニュース、ゲームニュース、ゲームニュースですね、ウィークリーゲームニュースみたいな感じかな。ちょっとね気になるところがいくつかありますんでね、ピックアップしてちょっと紹介しながら、うん、ちょっと雑談していこうかなと思います。いいですね。それでは行っていきましょう。はい。さあまずはじめに、ちょっと悲しいニュースからですね。いきなり悲しいね。テラ、オンライン MMORPG ですね。はい。もうなんていうんですかね、 MMO の代表作みたいなゲームですよね。自分たちも結構やりましたよねこれね。ああ、そうやったやった。10年ぐらい前ですかね。ということで、ゲームオンは PC 向け MMORPG テラザ・エクスリッド・リアルム・オブ・エア・ボレア、うん、ちょっとサブタイトルはちょっと分かんないですね。自分たちがやってた時になかったもんねこれね。のサービスを2022年4月21日、8時30分乗って終了されたんでした。もう朝早いね。なんでこんな朝早いんだね、終了。あ、これ午前か。そうだよそうだよ。そうか。本作は2011年8月18日サービスを開始した韓国のデベロッパーブルーホールスタディオ、うんうん、手掛ける MMORPG と2014年8月には運営がゲームオンに移管され、あ、この頃かな自分たちがやってたの。いや、もっと前だよね多分ね。多分ブルーホールスタディオやってた時じゃないかな。そう2011年、10年ぐらい前だから。あ、そう、あ、変わったよね。そう変わった。10年以上サービスが提供されてきました。2021年には韓国版の運営がネクソンから本作の開発元であるブルーホールスタディオに移管するなどの変化が見られましたが、そうだね、日本版は2021年12月22日までアップデートによって、うん、これなんて読むんだろう、黎明の黎明や黎明の塔、島復興フィールド復興フィールドなどの新たなコンテンツが配信されていました。最近までよね。うん、ほんとね、ほんと2月ぐらい前まではやってたんですよね。俺だって最近ちょっともう一回やろうかなってちょっと思って、今でも全然できるクオリティですよね。これね、いいよって、なんか MMO ないかないかなって。ああ、そうですね。うん、でね、もう一回やってみようかなと思ったけどね、このニュースで。やりやすい、すごく入りやすい MMO でしたね。うん、まあ、いかんせん友達がいないんで、ソロでやることが多かったので。やけど、こういうの大変よね、毎日。まあ、そうですね。そうそうそう、ただ、これしかできなくなるっていうのはあるよね。いやー、けど、なくなるの寂しい。あの、ドラ、ゴンズドグマやったっけ。あれも ね、急にだったもんね、あれ、ね、うん、一緒にやるよって、うん、やっぱサービス終了はね、サービス終了は悲しい。まあでも宿命だけどね。まあ確かにね、うん、10年はもう長生きな方でしょう。うん、うん、ということで、あのテラ公式の方からね、ツイッターの方からお知らせということで、まあ、最後の駆け込みでいろいろなんかあるっちゃろ、サービスみたいなないのかな。うん、どうなんですかね。まあ開放はされるでしょうね、いろいろと。うん、自由に遊べるかもしれない ね、最後に触れてみるのもね、かもしれない。まあ、公式ツイッターの方から、日頃よりテラをご利用いただき誠にありがとうございます。2022年4月21日8時30分をもちましてサービスを終了させていただくことになりました。これまでご支援いただきましたこと心よりお礼申し上げます、ということでね、最後のツイート、最後のツイートあるかな、これ。あれてますね、ちっちゃいキャラ可愛いよな、これやろ、なんていう名前だったか忘れたけど、この子いっぱいおったよね。今画面出てるのかな、その子は。出しとかないか。この子です。自分はもう体験のなんかおっさん使ってた覚えがあるな。ああ、まあ結構前だから覚えてないな。タヌキ、タヌキみたいなやつ。ああ、いた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 よね。うん、この子です。で PS4 に来てまたちょっとやろうかなっていう試みたこともあったけど、うん、もうなんかさすがにやれなかった。まあそんな感じです。テラ、はい、サービス終了のお知らせです。うん、さあ続きましてのニュースもまたもや悲しいニュース。もう悲しいの続く。ちょっとここ1週間はね、悲しいニュースが続いております。あ、そう。ダイングライト2ステイヒューマン、うん、任天堂スイッチ版の発売日を延期することが発表されました。ダイングライト2ステイヒューマン、任天堂スイッチ版の発売日を延期すると発表し、本任天堂スイッチ版はパルクールを駆使し、ゾンビと戦うオープンワールドアクション、
まあね、楽しみにしてましたからね。 PS と Xbox PC は出るっちゃうね。は出ます。スイッチ版 の、 あのクラウドバージョンだけが発売延期ということでね。ちょっとあのクラウドバージョンのやつはスイッチのやつはちょっと情報が少なかったね。確かに情報も何も出てなかったんで、なんか自分たちはちょっとね、怪しいなって感じだったよね。混乱はしてたんですけどね。まあそのこともあって、そのこともあってっていうか、まあ、これを見てああ納得みたいな、ね、そうだね、だからかっていう、まあ、1がねせっかくあのねリマスターのやつがうち出たけんね。そうですね、そのタイミングだからね、出したかったけど、これだけでやっぱクラウドバージョンっていうのが、まあ、ちょっと分かんないですけどね、自分たちはあんまり、うん、クラウドバージョンそんな触ってないんで過去に。まあでもダイニングガード2とかができるぐらいのクラウドバージョンであったらね、今後すごいことになるけど、やっぱ大変やったっつうのは難しかったんでしょうね。テストしてみて、うん、あやっぱほらこう品質が大事って書いてあるけん、確かにね、うん、まあね、そこの辺良くなってきて、クラウドゲームっていうの、うん、ああいうのがね広まってきたらもっとね、まあ、過去のスイッチのクラウドバージョンのゲームあったけど、やっぱこんなに激しいゲームはなかったんで、ちょっとねダイナマイト2ほどスピード感があるとね、クラウドは結構きついのかなと、ね、まあ分かんないですけどね。まあ何にせよ発売延期ということで、ね、なんか半年ぐらいを目標にみたいなのどっかで見たけどな俺は。ああそうなんだ。うん、まあそのあなんか夏頃までにやっていうのを見たんですね。そんな感じの、うん、まあそんな感じになってますね。まあでもその頃には正直もうすり倒されてるんじゃないかと思うんですけどね。うん、やっぱやるならね、やっぱり結構言っちゃなんですけど、綺麗な画面でやりたいかなっていうのはあるでしょうからね。まあできればね、まあでもクラウドバージョンが成功すれば、あそう関係ないっちゃろ、スイッチ以上のスペックでできるますから ね、 ね、うん、すごい時代よね。あの最新のなんだっけ有機EL の方だったと、あそっかそっか、すごく綺麗なんじゃないですかね。ね、うん、まあそんな感じです。はいはい。さあ続きましてはちょっと、うん、あの面白おかしいニュースですねこれは。はいはい。無改造の初代ゲームボーイでグランドセフトオート5をプレイするモサが現る。モサやね。すごいよねこれね。あのどうやってやったかっていうと、うん、自作 Wi-Fi カートリッジで PS4 をストリーミングするという感じですね。だからゲームボーイ時代で動かしたわけではない。あいや要はクラウドゲームみたいな状態ですよね。なるほどね。うん、リモートプレイか、うん、PS4 ってな感じですね。だからもう画面解像度どんぐらいなんだろう、ゲームボーイってガッサガサやけど、あ色は4色、解像度は 160×144 って書いてあるね。4色あるんやねゲームボーイって。そうだね、だからもう解像度に関してはフル HD の 12,3 分の1ぐらいの、うん、もうそんなにあったんだって思うけどね。確かに。まあ、ボタンも足りないためにまともにプレイするのは困難ですって書いてますね。確かに。十字キーと A と B やったっけ。そうですね、ゲームボーイだからね。ていうかまあ物理的には可能なんだね、映すことが。まあ一応画面っていう認識されてるからねこれが。ああそうか、うん、映すことはできるんだね。で何でもいけるのはいけるんだ、やれるかどうか別としてみたいな。うん、そこに画面があれば映すことが可能っていうこと。まあ、でもこれあれだよね、グランドセフトオート5をプレイするモサがあるとか、グランドセフトオート5を映したモサが出てきたっていう、ね、確かにね。プレイはできないな。これはね、あれやったな、あのサガとかサガはあるからね、あったあったゲームボーイにやったって話。まあね、サガは普通にスイッチに復刻してるっていう逆、その逆バージョンですねこれはね、まさに。それをまたゲームボーイでやるみたいな。そんな、ああそれもありかもしれないね。手に入るんこれ初代。ああ分かんないね、見たことない、検索もしたことないからな。あ結構なんかお値段的にいい値段するんじゃないの、どうなの。いや相当高いでしょうね、この画像を見る限り綺麗だもんねこのゲーム。しかも確かにね、すごい懐かしいよねこれね。懐かしい、死ぬほどやったなこれ。あバッテリーのね、うん、横についとってバンバンやった、懐かしいということで。あそう終わる、うん、これ以上膨らまんだと思ってゲームボーイの話になってしまいそうやな。あそうやな、うん、まあそんな感じで、はい、すごい猛者が現れました。猛者やな。さあ続きましてはやっとなんかこう、はい、いい話題が来ましたね、うん、いい話題っていうかもうたの楽しい、おかしいな、うんうん、PC 版デモン X マキナエピックゲームストアで1月28日から20が、はい、ん2月4日まで無料配布と。
プレイ1いいね、しかも Steam とのクロスプレイを対応しているということですね。あ、 Steam はもうあるんか。 Steam はね、どうだった、ほぼ同時だったかな。あ、同時じゃない、ちょっと後に、うん、スイッチの後に発売されましたね、デモ X マキナは Nintendo Switch の方で発売されて、後に Steam で発売された、はい、うん、なんていうんですかね、傭兵として戦い抜くハイスピードメーカーアクション、最大で4人までのマルチプレイに対応と、はいはい、そんなゲームですね。まあ、ジェイさんやったことあるだろ少し。あ、自分ね、スイッチ版発売に買いましたね。おうおう、どうでした。だってね、5時間ぐらいやりましたよそれクリアしたってこと？いや全然クリアできなかった、ね、ああけど、こうメカニカルアクションみたいな感じ、こういうの。こうそうだね、結構頑張ってやったけど、マジで難しかった。ああそう、難しいんだね。もう途中から勝てなくなって、多分ちゃんとね武器とか、ああその辺きちんと装備していけば、そう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 、多分ね、なんていうんだろう、ステージじゃないけど、そういうミッションを何度も繰り返してこう自分を強くしていかないといけない、勝ったような気がするな。あーなるほどね、で装備を整えてみたいな感じでやっていくんだけどね、これあとちょっとなんだろうね、年のせいかな、ちょっとついていかなかったね目と手がその辺はね、そう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 、でもかなりね出来は良かったですね。あーそう、それをね、無料やけん、無料配布やけん、 PC 版なんで多分フレームレートも上がって、映像も綺麗なんで、すごく見やすい。あのやっぱスイッチでやった時はフレームレートの低さにちょっとね、目がきつかったっていうのがあるんですよね。ハイスピードなゲームなんで。なるほどね。あと小さい目標がいっぱい出てくるタイプなんで。でもかなり面白かった。ロボットをこう操作して。ハイスピードメカアクションって書いてあるもんね。もうその名の通りですね。なるほどね。これはね、ちょっと、いやー、またもう一回やりたいかなとは思いますけどね、うん、ストーリーもすごく秀逸だったんで、これは多分無料だったらぜひとも、まあエピックなんでね、エピックにこう配慮されてる方は必ず落とした方がいいですね、これはね。そうね、持っといても、Steam でもね、安売りの時でもそんなに安くならないんですよね、これは。あ、まあ1月28日から2月4日までということなんで、お忘れなく、はい、落とすだけ落としておこうそうですねさて続きましては、はいはい、ちょっと怖いニュースですね。おお、任意コード実行の不具合発覚で PC 版ダークソウルシリーズのマルチプレイが一時停止と、でサーバー停止期間中はオンラインでのゲームプレイはできませんが、オフラインでのゲームプレイは可能だったということですね。まあこれに受けて、なんだろう、ちょっとね、一部のユーザーファンの中で、エルデンリング、エルデンリングの発売が延期になるんじゃねえかと。あ、そんな大事だ。ちょっと、そういうちょっと噂にもなっておりまして、あ、まあでもフロムソフトウェアの方が公式確か発表したんじゃなかったかな、そんなことありませんという。あ、よかったね、それ。ちょっとね、びっくりするよね、この時期にやっぱサーバーがダウンするとなると、ね、エルデンリングマジ大丈夫かってなりますよね。 PC 版だけ送れるのかっていう。いやー、それはやだな、ちょっと怖いよねPC 版のダークソウルシリーズだけが停止してるみたいなん で、うん、で発表によると2022年1月23日16時以降に停止したサーバーの再開時期は未定となっていますと、うん、見て、あ、そうですね、今はどうなんだろうね。今回問題された不具合は攻撃者が任意の行動を実行できるような重篤かつ緊急性の高いものであり、悪意を持ったユーザーがいればこの虚弱性を利用し遠隔の別のユーザーのゲームプレイに任意のプログラムを差し込むことができるじゃないか。なんかめちゃめちゃやばいね結構やばいよね。あ、しかもこの不具合に関して、ツイッチのストリーマーのザ・グリム・スリーパー氏が、ダークソウル3をプレイ中外部のハッカー店により唐突にゲームがクラッシュし、お前は何時間も同じことをしているなと語る合成音声が流される日がいないましたすごいね、こんなことされるって結構やばかったんだね。しかもこれ要はストリーマーの方がライブ中にってことなのかな、だね、大事ですね。まあでもこの影響でエルデンリングに何も支障がなさそうなので、まあ良かったですね。まあ良かったのかどうか分からんけど、まあね、あの俺たちあんまりあのオンラインでダクソーシリーズはね、そうですね、まあでも
通にプレイする時にも一応オンラインにはしてるっちゃしてるからね。ああそっか。うん、まあ意味はないか。それをプレイの時にオンラインしたら意味ないか。ああ、下の文字が読めない。あ、そうそうそう、ヒントみたいなのがね。あ、うん、そっかそっか、あれだけか。プロプレイにはそんなに影響なかったっていうことか。そうけどね、あのエルデンリングはね、まあ、協力で ね、 うでね、うん、やりたい人もいるだろうから、まあ、ね、影響なくてよかったね。まあ一応発表は同作においてこの不具合が与える影響は明らかではありませんが、ユーザーは間違いなくエルデンリングを楽しめることを願いたいことでしょうと。待ってます。まあそんな感じで、はい、結構大ごとでしたけど、エルディングには何の影響もないと。はい。さあ続きまして、ラストのニュースになりますね。はい。まあ先日ね、ゲーム業界を賑わせました。ああ。あの Xbox じゃねえや、マイクロソフトのね、うん、買収の。ブリザード。そうですね。アクティビジョンとブリザード。あとなんだっけ、うん、なんか忘れたけど。それに関してのニュースですね。コールオブデューティー今後2年はプレイステーション向けにリリース関係者が語ると。ここ2年か。そうですね、今後2年は。最低でもね、そういうことでしょうね。海外メディアブルームバーグは、うん、コールオブデューティーシリーズ新作はプレイステーション向けに最低でも今後2年間はリリースされることを報じましたと。うん、報道によるとリリースされるのは少なくともシリーズ3作分のほうほうとのことで、なるほどね、この情報は本件の事情に詳しい関係者4名からの提供とされています。誰だろうね、この4名って多いな。絶対いるよねこういう時ね。関係者いや、いるいる。コールオブデューティー開発のアクティビジョンブリザードはマイクロソフトによる買収合意が発表されており、うん、同シリーズが今後 Xbox 独占になるのか注目が集まっていましたと。そうね、そうですね、これもう買収された時点でみんな思ったんじゃないですかね。プレスにはもう今後出ないのかなっていう心配が結構あったけど、一応今後2年は大丈夫という感じみたいですね。まあ要は多分今後プレイできる、そうみたいですね。契約上なのか今後2年後ぐらいまでの発売予定のコールオブデューティーはもう制作にかか取り掛かってるのか、どっちかでしょうね。へえ、だから今更やめられないよっていうのもあるのかもしれない。ね、まあでも2年後は大丈夫、ね、2年今後2年は大丈夫ですよって言ってるってことは、うんうん、それ以降は独占になっちゃうのかなとも取れますよね。日本じゃ結構プレイステーション、ね、出るか出らんかって大きいから難しいとこでしょうね。マイクロソフトがどういう意味で買収したのか、まあそうね、プレイステーション出さずに独占しても、うん、多分アクティビジョンの、うん、要は利益が下がる。まあまあ日本でね。ってことはマイクロソフトの利益も下がるってことですからね。出した方がいいような気がするけどね。マルチプラットフォームの方がね。まあこのブリザードとしても。そうですね、どっちもウィンウィンかなと思う。と思います、ね、3社ウィンウィンかな。ソニーとアクティビジョンとマイクロソフト。だけどマイクロソフト次第やな、だから。そうですね。独占のメリットはもう。ないですね、もう今の時代じゃね、うん、だって自分の、言ったら自分の会社みたいなもんだから、もう傘下に入って、うんうん、そこの売り上げを伸ばすためにはプレイステーションにも出した方がいいからね。まあそんなところで、そうそう、今クロスプレイとかもね、そうですね、うん、できるから、だから今後2年はコールオブデューティーは大丈夫だということで、もうその後はまたニュースが入ってくるでしょう、うん、さあざっと見ていきましたけど、全部でんーと、うん、6個のニュースかな。はい。まあちょっと悲しいニュースが続き、あーあーあったね。まああんまりなんか明るいニュースがちょっと今回少なかったかなと思いますけどね。まあね、まあいろいろ動きがね。けど新作ソフトはね、そうですね、これから楽しみなのがいっぱい出てくるけん。そうだね、2月がすごいちょっと話題作が盛りだくさんなんで、それに関するニュースもいろいろ出てくるんではないかな。こっからね、こう今年盛り上げてほしいね。そうですね、うん、去年ちょっとね、まあまあ任天堂はねすごかったけど。まあまあまあ、その審査代金がね、まだこうまだなんていうか本領発揮できないっていうところがあるんでね、うん、早くねその辺のソフトは充実してくれば今年で一気に来るでしょうね。楽しみにしたいね、うん、またね大きなニュースがあればこうやってて、はい、取り上げていきたいと思います。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。はい、最後はおつ。
せーの、せーの、せーの、ちょっと待ってください、息が合わないんで、いっせーのせ、おくりやー。